こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、1歳を超えた子供、いよいよ児童館、子育て支援センター、保育園、いろんなこのお家から外に出ていろんな子供たちと関わるっていう機会が増えてきますが、そうなると出てくるのが、はい、鼻水、咳、熱、風邪ひきまくって、なんじゃこりゃっていうぐらいね、体調を崩して、こうなると働いてるママたちは子供をこんな思いさせてまで働く自分ってなんなんやろ、ごめんなっていう気持ちになるし、働いてないママたちも支援センター連れていくたびに体調を崩されて、これもうちょっと家でおとなしくしてる方がいいのかなってね、すごく不安になることがあると思います。子供のこの1歳超えてからの体調を崩す問題について、どういう風に対処したらいいかな、どういう心持ちでいたらいいかなというお話をしたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。一つお手紙を読みます。久子さん、こんにちは。いつも YouTube 楽しみに見せていただいております。私は1歳4ヶ月の男の子を育てているまだまだ新米ひよっこママです。子供のことで心配なことがあると必ず久子さんの動画を見て安心をいただいています。いつも本当にありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。いきなりですが、久子さん、プレイパークってご存知ですか？家の近所にあるのですが、自然の中で子どもが自由に遊べるとても魅力的な遊び場です。 NPO 団体が運営しており、火を使ったり、地面に穴を掘ったり、木に登ったり、物を作ったり、赤ちゃんから大人まで誰でも楽しめ、のびのびと遊びを想像できるので、うちの1歳4ヶ月の男児もたまに連れて行っては本当に楽しそうに遊んでいます。ただ一つだけ問題が、そのプレイパークに連れて行くと必ず 2,3 日後に熱を出すんです。今まで5回ほど連れて行ったのですが、5発5中毎回発熱し、 1,2 週間体調不良になっています。初めて連れて行ったのがちょうど1歳の時で、時期も2月で寒かったしなと思っていたのですが、4月5月も同じように発熱、6月に至ってはなんとプレーパークに行った後に RS にかかってしまい、危うく肺炎にもなるところでした。これは偶然ではなく、絶対にプレーパークで菌をもらってると最近はっきりと気づきました。そこで久子さんに相談です。こんなに発熱や体調不良に見舞われても、菌の温床であるプレイパークに連れて行ってもいいのでしょうか？バイキンの巣みたいなね私は現在育休中なので、仕事を休まなければならないわけではありません。ただ連れて行くたびに発熱、下手したら肺炎となると結構しんどいです。苦しそうな息子の姿を見るのも辛いし、ずっと家の中で過ごすのも辛い。かといってそういった遊び場に全く連れて行かないのも、子どもの成長発達に良くないと思っており、できればこのプレーパークでいろんなお友達と関わり、家や公園ではできないワイルドな遊びもしてほしいと思っています。でもこれは親のエゴなのかなと思ったり、もう少し大きくなってから連れて行った方がいいのでしょうか？久子さんならどうしますか？ YouTube でお答えいただけると飛んで喜びますピヨーンって書いてあります面白いな。まあこれね、保育園、今1歳超えたら保育園入る子も多いんですけど、あの保育園用語で言うと、これ保育園の洗礼っていうね俗語ですけどもね、どっから誰が作った言葉か知らんけど、保育園に入ったらこう受ける洗礼ってね、こう体調をしょっちゅう崩すっていうものがあるんですけども、まあこれプレイパークも同じやと思うねんけど、不特定多数のたくさんの小さな子どもたちがわーって集団でいる場所に放り込まれることによって、子どもたちっていうのは大人みたいにちょっといい距離感を持ってってね、あのそういう遊びしないんでね、もう初対面でもう頭からグワーって突っ込んでいって、もうなんかもうこんな近い距離近みたいな
もうそのままチューすんのぐらいの近さでね遊んだりするから、それこそいろんな飛沫やったりもう咳やったり鼻とかもね吹いて平気でそのままおもちゃ触りますし、その吹いた鼻水ついた手で普通にお友達の顔ベーって触りますからね1歳2歳ってなりますけど、でも子供たちってそういうそうやって成長して免疫をつけていくそういうものなんですけどね。でもそういう環境にいるとどうしてもやっぱり風邪をもらってくるということになるわけですよ。でもともと子供たちっていうのは、まあ、生まれた時は胎盤から免疫をねママからもらってるので、その胎盤免疫っていうのががっつりあるんですよね。でさらにそこから母乳を飲む初乳、特に生まれてすぐの 2,3 日の黄色い母乳ね、あれをしっかり飲むことによって母乳免疫を胎盤免疫に上乗せしてくるんですね。生まれて間もない頃弱いから、だからこそお母さんからもらったこの免疫で生後6ヶ月から、まあ、1年ぐらいその辺は結構守られてるから、第一子ちゃんであんまり外に出かけてなかったりすると風邪ひく機会っていうのは、まあ、ひかないっていうことではないですけども、ひきにくいというようなことはあるんですよね。第二子第三子ちゃんだと家の中にいても兄ちゃん姉ちゃんがウェーって言って鼻水でドゥエーやってるからねカンカンカンヘクションバッションみたいなもう家の中がその集団生活状態になるから、生まれて1ヶ月 2ヶ月の赤ちゃんでも下手したらお兄ちゃんお姉ちゃんからもらった RS ウイルス、はい、これ呼吸器に来るね感染症ですけども、はい、食らってしまって気管支炎ヒューヒューっていうね気管支炎になって、そのまま下手したら肺炎になって入院みたいな、え生後2ヶ月で入院嘘みたいなね、そういうこともあるわけですよ。今までこう1歳まで外にね出ずに、まあ、お家の中で基本過ごしてて、1歳超えてその免疫母体からもらってる免疫が1歳ぐらいでなくなるから、そこからちょうどやっぱりねこう歩けるようになったりとか体力もついてきたりで外に出るようになるから、こらそらね感染症もらいますよねっていうことなんですよね。しょうがない、未熟な免疫っていうのが子どもたちの根っこにあるから、もうある程度こうしょうがないですけどね。熱さえなければ、保育園なんかやと 37.5 度っていう一つの目安があって、もうそれあったらもちろん保育園行けないけど、熱がなければどんなに咳してようと、どんだけ鼻水流してようとね、まあ熱ないから行ける、みんな働いてるからママたち、そんなことぐらいで休めさせられないわけですよ。でも例えば1歳児クラスの忘れていたら全員同じ咳してるみんな鼻水ね、もう菌蔓延、もうウイルス蔓延みたいなね、クラス中がそんな状態になってたりしますけども、基本熱がなかったらやっぱ連れて行ったりもしますからね。保育園もあっちこっちにウイルスがいて当たり前で、これプレイパークもまあ同じような状況で、第一子ちゃんばっかりが来てるんやったら、まあねママたちもどうしても神経質初めての子やからっていうことで咳してたり鼻水垂れてたら他の子に移したらあれやからっつって遠慮したりとかあるかもしれないけど、これが本当第三子とかなってくると、もうママもおおらかだ、子供なんかみんなもこうやっていろいろもらいながら成長してっからなみたいな、そんな感じになっちゃって少々鼻水垂れてても行こうってね行っちゃいますからね、まあ、そういうところからもらってしまうわけですよ。マシュマロで肌と心に優しさを、これねちょっと調べてみました。集団生活にこう入った時に、集団のところに行った時にもらってくる風邪っていうのは、これいつまで続くんかなっていうところなんですけど、2017年のフィンランドの研究結果があるんですね。でそれによるとですね、まず保育園に入った子たち、デビューした子、まあ、プレーパークデビューね、そこからだいたい4ヶ月っていうのがこの感染症をもらうののピークが4ヶ月間なんです。でそこからちょっとこう落ち着きつつ、でもその後そこからプラス9ヶ月間はまだまだ病気もらったりちょっとマシやったりいろいろしながら、4ヶ月プラス9ヶ月やから、その集団のところにいろいろ行くようになってから、4ヶ月プラス9ヶ月やから1歳とちょっとか、あ1年とちょっとやね、1年ちょっとはもう病気しまくるでと、はい、そういう統計が出てきたそうです。で2歳を過ぎてくると、ここから急激に強くなってくるというのが2017年のフィンランドの研究の結果なんですね。であともう一個あります、カナダの2010年の研究結果ですね。でこれによるとですね、1歳ぐらいから早くからこの集団のところに病気もらいながらやねんけど、保育園にしてもプレーパークにしても支援センターにしてもそういうところに入ってけーっつってどんどんこう掘り込んであげる、そういうことをした子たち、その時期は病気しまくるんですが、小学校に入った時に低学年の間にかかる風邪の率がバーンって下がるんですね。
要はちっちゃい間から風邪かかるたんびにこうやって免疫をちょっとちょっとずつつけていくわけですよ。まあ世の中にはウイルス、風邪っていうのはほぼウイルスなんだけども、ウイルスって5万とあるから、一つのウイルスに対して免疫をつけたところでウイルスは生きてるからどんどん変異していって、コロナと一緒ですよ。ちょっとずつそのタイプが変わっていくわけです。変異株っていうのが出てくるね。次々変異したウイルスに対しての免疫は持ってないから結局またかかるんですけど、ただ言えるのは一回かかったことがある方のウイルスに対しては免疫がつきます。5万とあるウイルスの中の、まあ、一部かもしれないけど免疫ついていて、同じタイプのやつが流行った時にはそれかからないということになってくるわけですね。2010年のカナダの研究では、ちっちゃい間からそうやっていろいろ洗礼を受けた方が小学校の低学年になった時に強いよというね、そういう統計がしっかりと出ているそうです。だからまあ1歳超えたらどうしてもね、そんなんでまだまだ免疫力もないで、母体免疫、母体からもらってる免疫もなくなるで、集団行動を取ることが増えてくるというこの3つの条件によって1歳からは病気はやっぱかかります。そのために何ができるかって言ったら、規則正しく毎日大体同じぐらいの時間に起きて、でしっかりご飯食べて、しっかりお昼寝もして、しっかり夜も、ま、9時に寝なあかんとかそういうことではなくて、大体いつも同じぐらいの時間に寝てっていう、この日常のルーティンをいい感じにリズムをつけていってあげるっていうことがまず重要やろうし、あとは予防接種ですね。風邪の予防接種っていうのはないですけども、でも今年この6月から始まったのが RS ウイルスに対するワクチンが出ましたけどもね、受けれるものに関してはやっぱり重症化するからね、1歳2歳、まあ、2歳になったら強くなってくるけど、0、1の間はこういういろんな感染症かかった時に、 RS ウイルスなんて本当に2歳3歳超えてきたら単なるちょっと咳出る風邪なんですよね。だけど2歳未満の子たちがかかった時にはやっぱり免疫力がないからこそ、抵抗力もないからね、重症化してしまって下手したら肺炎にもなりうる、入院になるっていうような怖いものでもやっぱあるのでね、そういうものは防げるものはやっぱり予防接種もうまく使いながら防いでいってあげるっていうことが重要なのかなと思いますね。なので、まあ、このプレイパークのこの1歳4ヶ月の男の子に関しては、2歳になるのにあと半年ちょっと、そこまではいろいろまだまだもらうかもしれないけど、でも私はどんどん遊びに行ってもらっていいんじゃないかなと思いますね。ただ例えばちょっと昨日おとつい寝不足だったなとか、昨日あんま食べなかったなとか、なんか機嫌悪いな今朝からなとか、その子供が今日元気だなっていう状態ではない、何かネガティブな要素があるときは、これ抵抗力さらに落ちてるから、そういうプレパック行ったときにウイルスもらったらバーンって発症しちゃう可能性っていうのはあるかなと思いますので、元気だね、パワー溢れてるよね、よし行こうってね、その子どもの体調をちゃんと確認した上で連れて行ってあげるっていうことが重要なのかなとは思いますけど、病気になるのが怖いからって行かないっていう選択肢は違うかなと思います。ちなみにうちの子なんかね、子供12人いてそういう状態で育っていくとですね、もう下の子たちむっちゃ強いですよ、うちの子。11番目のトトが幼稚園の卒園式の時に日に一人だけ前に呼ばれたんですね、卒園式の最中に台に上げられたんですよ。で、何やろうって思ったら、あんまり意識してなかったんだけど、幼稚園児年長さんたくさんいる中で一人だけの年少の時から解禁賞やったとほんで表彰されたんですよね休んでない、休んでないわみたいな、幼稚園解禁やったんですよ。これやっぱりもう兄弟多いからこそ、もうたくさんの菌ウイルスにまみれて育ってきたからね、なんかやっぱ強いねんなっていうのがやっぱ分かります。でもこのトトは1歳になった時にそれこそ RS ウイルスにかかってね、入院もしました。かわいそうやったけどね、確かに2週間入院して本当にかわいそうでしたけども、だけどまあ早く対処してちゃんとしてあげれば治るしね。なのでそんなビビらずに、せっかくの機会、このプレーパーク、こんないい遊び場が近くにあるんやからね、連れて行ってあげたらいいかなとは思います。で、体調崩した時の受診のタイミングなんですけど、この足もぐったりしててあんまり動かない時、あとは呼吸ですね。さっきの RS ウイルスの話もあったけど、子供ってあっという間にね、そのウイルス感染した時に気管支、呼吸器がやられてしまうんですよ。ゼーゼーゼーっていう、ヒューヒューっていう呼吸、あと肩がこう上がる、あとは胸開いた時にここがこうベコン
ベコンとへこむような、そういう努力性呼吸と言いますけども、こういう呼吸、息苦しそうな様子がある場合っていうのは、もしかしたら気管支炎を、気管とか肺炎を起こしている可能性があるので、ね、その時は病院に行ってもらった方がいいかなと思います。あとは3日以上続く高熱、ウイルス感染症やったら、まあ、2、3日で引いてくるはずなんだけど、3日、4日目になってもまだ高温のままで下がってこないよっていう場合も行ってもらった方がいいかな。あとは異常なまでの不機嫌、はい、これも言ってもらった方がいいかな。あとはもう水分が取れない、お水も飲めない、もうあっという間に熱出たらね、子供体ちっちゃいから脱水を起こしますからね、水分が取れなくなった時も要注意ですね。あとは耳をやたらこう触ったり、こう気にしたり、痛いって言ったりとか、ウイルス感染症、もともとは風邪だったんだけど、この抵抗力、免疫力が落ちたウイルス感染を起こしたところに、弱った体にそこに鼻水がこの奥に溜まっていて、そこに二次的に今度は細菌が感染してくるんですね。そうすると中耳炎を起こして耳が痛くなる、耳だれが出てくる、気になるね。はい、こういう症状の時も細菌感染症に関してはこれは抗生剤が必要になります。風邪はウイルス感染症だから薬はいらないんだけども、中耳炎になった時には細菌の感染症だから抗生剤が有効です。なのでその場合はちゃんと治療しないといけないから、耳鼻科に行かないといけないんでね、耳を気にする場合にも受診のタイミングとしては押さえておくといいかなとは思います。はい、ということで今保育園入って、まあ、6月7月まだ病気しまくって、もう有給がないって言ってね、わー言ってるママいっぱいいると思います。よう頑張ってるな、ほんまに、うん、でもこれ絶対長く続かないんでね、必ず強くなっていくから、もう期間限定やと思って強い気持ちを持って頑張ってほしいなと思います。専業主婦でこうやっていろんなところに連れて行ってあげれるママたちも、そういうところに行ったら病気もらうからやめとこうではなくて、しっかり免疫をつけていくとためにもね、しっかりいろんなところ連れていく、その代わりもらうぞ食らうぞっていうのを覚悟した上で、はい、どんどん連れて行ってあげたらいいのかなと思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。